その社員さんに伝える一環と取り組みの一環として、はい、長野マインドブックというのを、はい、取り組んでらっしゃるというふうに伺ったんですけど、はい、今日実物お持ちいただいているということで、はい、少し見せていただいてもよろしいでしょうか。はい、まあ、社員で毎朝昭和しておることなんですけど、まあ、当社の理念であるこの長野マインド、まあ、この長野マインドブックという名前そのものですけど、家具業を通じて社員とお客様の物心両面を豊かにする、あとビジョンのこう世間に届く会社に成長する、社員が誇りを持って仕事のできる会社に成長するっていうところを実現するために、書かれてある、まあ各部門のルールだったり、もちろん会社の方向性だし、あとまあ仕事に対するこの取り組み方の心構えとか、そういったものをこういろいろ、なるべくその、まあ、長野インテリアっていうのがどういう会社なのかっていうのを言語化して、それを社員みんなで共有して。これは社員さんが一人一冊持っていらっしゃる。持ってます、はい、全員に配布しております。はい、これも社長が今おっしゃった社員さんにしっかり経営者としての考え方をこう伝えていったり、会社の DNA を継承していくっていう、あ、そうですね、取り組みの一環なんでしょうか。はいはい、あとは私自身が学ばせていただいていることもありますけどね。はい、社長自身が学んでいる、はい、まあ、私一人で回せるわけでも、私一人で何ができるわけでもありませんから、やっぱこの長野マインドブックに書かれてあるルール、とかいろいろ実行するのも、まあ、社員ですになりますからね。そういう部分ではやっぱ社員がこれを実践することによって、逆に私自身が学ばせていただく、気づかせていただくっていうことはこういっぱいこうありますので。はい、これは年始に社長が全ページ作ってらっしゃるんですか。はい、これはですね、実は2021年今年から初めて配布したんです。今年からスタートして、長野マインドっていう言葉を使ったのは4年前なんですね。2018年から長野マインドっていうものを言葉を使いまして、まあ、ちょうどその2018年がこういったことが必要だっていう形で思い始めた時期で、そこから社内で研修とかをこう始めたんですよ。まあ、まずは上層部管理職者を中心にですけど、そこでこうどんどんこう会社 の理念とかビジョンとか、そもそもなぜこれをやるのかとか、そういったことをこう説明しながら言語化していって、でそれをやった時にはもう最終的にこういうものを作んなきゃいけないなっていうものはイメージあったんですよ。はい、ただいきなりまだ社員と共有もしないで、ね、文章化したものをそのまま渡してもそれは共有できないじゃないですか。はい、だからまずは研修だったり、あるいは朝礼だったり、そういう形でやっぱこう慣れ親しませるこう期間っていうものを8、9、3年間起きまして、はい、だから今この長野マインドブック の中に書かれてあることで、これ聞いたこともないとか、そういった言葉は一切使ってないですね。昨年段階までで、まあ、朝礼なりいろんな場面でこう私が言葉にしたり、あるいは社員自身が言葉にしてある、あるいは会社の中に存在するルール方針、規定っていうものを全部ここの中に集約したっていうものになります。なんか社員さんが主体になって作るページもあるというふうに伺いますが、はい、まあ、会社 の理念とか、はい、あるいはまあ最初のところになると、まあこういった経営目標ですね、はい、現実的な数字とか、あとは経営方針、はい、こういったところはもちろん社長である私が作成してますけど、それ以降っていうのはまあ、販売に関する方針、商品に関する方針、あるいは生産に関する方針とか、やっぱ部門ごとでこう分けて書いてあるんですけど、こちらになりますと部門長のこうチェックっていうものをこう必ず入れてですね、まあ、最初の一冊ですから大元の土台は私が作った形になりますけど、まあ、これを読んで実行するのは私だけではなくて、やっぱ社員自身になりますから、まあ、間違っても、会社の幹部が読んでわからないようなものをこう配布してもね、意味はないですから、まあ、まずちょっと幹部にチェックしてもらって、必要ない部分、あるいは修正すべき部分、そういったとこは全部チェックを入れて、
で、まあ、今年こうやって実践をしておりますから、また1年1年でやっぱ環境って変わっていきますのでですね、そこでやっぱ追加すべきもの、あるいはこう削除すべきもの、まあ、いろんなことをしながら毎年更新していくっていう形です。どうですか、社内の雰囲気は2018年の頃と比べるとやっぱりこう変化っていうのはありましたか？やっぱりこの共通の言語っていう形で あるとやっぱりこう同じ言葉を使うようになりますから、まあ、当然その最初にやった時なんてもう私しか使ってなかったですからね。それがやっぱこうやり続けていくとやっぱり社員もこう次第に理解が深まってって、まあ、そういったものが行動で現れたりとかしますので、まあ、まだですけど、うん、やっぱこういうことって重要なんだなっていう、はい。御社の理念が和の精神っていうのを大事にされてるって伺ったんですが、はいはい、この和の精神も結構解釈が広いなと思うんですけれども、社長はどのようにこう解釈といいますか、こう価値観として大事にされてらっしゃるんでしょうか？まあ、和の精神っていうのがその感謝と奉仕っていうところの言葉になるんですけどね、それもこの4ページに記載されてる、はい、社員でもこれは4ページっていうふうにありますね。企業と社員が感謝と奉仕の心で互いに支え合うこと、社会と共存し永続的に必要とされる企業であり続けること、まあ、この言葉もね、私がやっぱ理解するのに10年かかったんですよ。10年、はい、これは創業者の代からあった言葉なんで、だから私も入社した時、まあ、会社の理念って言ってるぐらいだから、こういう人間にならなきゃいけないんだなっていう形で、まあ、当時全体朝礼とかで昭和 してたんですけど、まあ、頭の中では、うん、なんか理解することができても、こういうことかっていうのはやっぱりこの10年かかったっていうのはやっぱ結果を出した後なんですよね、はい、やっぱ結果が出てない時っていうのは、まあ、つまりその業績が悪いっていう時にはやっぱ社外でも社内でもどちらかというと批判的な声の方がこう多かったんで、社内でもやっぱ社員からはもうこの会社ダメだみたいな形で言われてましたし、やっぱり社外お取引先の方でも、長野インテリア何やってんのみたいな感じで言われてましたから、でもやっぱそういう声がばっかり上がってる時って会社の結果が出てない時なんですよ。でやっぱり結果が出だした時っていうのはまずお客様の方から、あ、長野インテリアさん変わったよねとかっていうお褒めの言葉だとか、まあね、結構近い人からも、あ、この前長野の家具買ったよとか、うん、でそういう形でどん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 こうやっぱ雰囲気がこう良くなってきた時に、じゃあなぜこうなったのかっていう、やっぱその苦しい時にやってきたこの改善も含めた過程でやっぱ頭に思い浮かぶ人たちとかが出てくるわけですよ、社員とかお客さんね、その時に、あ、こういうことかっていう言葉とこう体験が紐づいた時にこれかと、うん、10年かけてこう、うん、理念を体感したっていうところなんですね、うん、やっぱ社員があっての会社ですし、当然お客さんもあっての会社ですから、うん、やっぱりお客様からですね、どれだけ、まあ、長野さん良くなったよねとか、いい家具作ってるよねとか、やっぱお褒めの数をいただく数が多ければ多いほどやっぱりこう会社も成長していくわけですから、うん、いや、深いお話ありがとうございます、社長、座右の銘を伺ってもよろしいでしょうか？はい、まあ、あまり偉そうに言うことでもないんですけど、座右の銘は、諦めないことと継続は力なりになります、はい、これは、まあ、人生ね、いろいろこう、まあ、会社も含めて辛いこともあるかもしれませんけど、やはりこう最初に持った目的をちゃんとこう貫き通してやっていけばですね、必ずこうご縁と運には恵まれる時が来るっていうのを、まあ、一応46年間生きてきている中でやっぱ体感させていただいているんで、まあ、自分だけではね、本当こう仕事って何も成立しないし、まあ、それこそ1円も稼げないですから、やはり社員お客様がいてのこの家具業であり長野インテリアなんですけど、やっぱそこの中でも、そこのこのご縁とか運を閉ざさないためにもね、やっぱ一度決めたことはやり続ける、うん、そういったやっぱ継続は力なりが
が唯一こう凡人が力を発揮できる唯一の手段かなっていうふうに思ってますので、はい、自分だけのこう継続だけでもダメで、ご縁とこう運に身を任せるだけでもダメと、はい、うん、なるほど、まあ、そのご縁と運というのがやっぱりこう自分自身とまずは向き合うというか、これをやっぱなんか自分に向き合わないで周りに求めてたり、あるいはなんか周りのせいになんかしてたら、やっぱご縁と運にはやっぱ絶対恵まれませんので、うん、やっぱ自分と向き合うっていうのはどれだけやっぱ真剣にやっぱその目的とか目標を持ってこうやっていくか、まあ、そこがやっぱり固くなかったら何かやっぱ環境が変化した時に簡単にやっぱブレたりすると思いますので、で途中でやめたり止まってしまうと、もうそこでやっぱご縁と運とも離れてきますからね。長野インテリア工業の社長として、またこの令和の時代を生きた経営者のお一人として、100年後へのメッセージというのをいただいてもよろしいでしょうか。はい、まあ、私ごときが100年後を言うのもちょっとおこがましい話ですけど、まあ、私自身が、まあ、会社自体が今年創業75周年を迎えまして、まあ、長野インテリア人生、22年のものになりますんで、まあ、そういう部分ではやっぱ長野インテリアの歴史っていうだけで見ても、まだ3分の1しかこう携わってないわけで、やっぱその前の3分の2っていうのは創業者の祖父であり、あと父、あとは先輩社員の方たちの支えが、頑張りがあってこそやっぱ今があるっていう部分では、やっぱ座右の銘と同じくやっぱ継続はこう力なり、うん、やっぱここをちゃんと持って、あとはやっぱ企業は人なりですから、これはもう家族とかも含めて、やっぱり人と人の信頼関係がないと会社って続いていかないんで、やっぱり根底に会社の理念としてのこの和の精神というものをちゃんとこう持って、でそれがなるべくこう社員とね、に伝わって共有できるような形に持っていければ、次の世代にもつなげていけるんではないかと、そういうふうな願いも込めて、まあ、まずは私自身が成長して行動してですね、そこでやっぱ社員とそういうものが共有できるようにこう持っていきたいとは思ってます。うん、まあ、家具っていう事業におきましては、まあ、家具っていうのは暮らしと密着したこう産業ですから、うん、そういった部分ではどれだけ時代が変化してテクノロジーが進化しても、人が体を休めるときに椅子に座る、寝たいときにベッドに寝るとか、そういった人間の基本的な行動というものは変わりませんから、家具というのは永久に人の生活 の身近なところにあり続けるものとしては、100年後どころか200年後300年後も存在し続ける事業ではあると思いますので、あとはそのやっぱ時代の変化に合わせてね、お客様の好みに合ったものにこう対応できるような真摯なものづくりをやっていっていけば、100年後も200年後も存在し続けられる産業でありますし、企業であり続けると思いますので、うん、まあ、とにかく、まあ、身近な人とね、まあ、社員とかご両親とか、家族、あとはお得意先とかも含めて、自分の身近にいる方たちに対してやっぱ真摯に向き合っていけば、まあ、いい意味でですね、安心して仕事のできる環境のある産業ではないかと。で、長野インテリアも、まあ、その一角を担っていけるようにちょっと今もこう努力していきますし、まあ、次の世代に向けてちゃんとバトンタッチできるような環境を作っていきたいと思います。時代は変わっても暮らしの本質は変わらないと。はい、なるほど。いや、長野社長、今日は貴重なお話を聞かせていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。